Shall we begin?Passengers are going to have a seat on the floor and to the floor.
九州南部にかかっている雨雲、これもですね、あと数時間でピークは超えてきそうです。そして、夜になってくると、今度は雨の範囲が関東などに広がってきそうです。現在、避難指示が宮崎県の小林市、高原町に発表されています。十分に安全を確保した上で避難をお願いします。この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。安倍元総理を追悼するとともに、我が国は暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜くという決意を示してまいります。岸田総理は国葬を行う理由として、安倍元総理が憲政史上最長の8年8ヶ月にわたり総理大臣の重責を担ったことや、内政や外交で大きな実績を残したことなどを挙げました。戦後、国葬が行われるのは総理大臣経験者が吉田茂元総理以来2人目となり、費用は全て国が負担することになります。アメリカの政策を、こんにちは、負けだな。同じ事務所の先輩で18年以上の付き合いだという羽生結弦さんと、バイクにも小峠英二さん。そうなんだ。北海道は当然上京してきて、あんまり待ちもしなかったんでね。ライブスベって、しょんぼりしてて、おー、兄さん兄さんっつって、僕呼んだんですよ。飲み行くから、ちょっと飲み行こうやっつって。で、こっから話をしました。サノリは突き抜けたおっさんいるなと思いましたね。32か、これで。でも、まあ、やっぱ突き抜けてましたね、サイズの。一方、渡辺さんについては、厳しいニュースルームだろうと思いましたけどね、渡辺最初に出る時になんか。よくね、渡辺には僕が売れてない時に、飯を奢ってくれたんですよ。だからいいやつですよ、本当あいつ。めちゃくちゃ買えなかったんですよ。で、気遣って、一緒に銭湯行きましょうよ。下積み時代から知る2人にとってもドラマは興味津々。そこで今回特別に完成したばかりの第1話を一足早く鑑賞してもらいました。そうなんだ。ああ、お母さん。お母さんな。真剣な表情で見続ける2人。すると、ザコさんの目に光るものが、鑑賞が終了すると、いいとこだったな。そうですね。役者さんもなんかすごいね、多い方々が連れてるんですね。だって家のプールもいくあるんだな。今住んでるんですけどね。まあまあちょっとね、会が進むほどにちょっと泣けてくるんじゃないかとかあるんだ。親子なんだな、なんか。なんなんか。これあんま見ないなるってすごいですよね、この人生がね。こんなに作ってもらって幸せやな。うん。お前、ドラマ作ってもらって嬉しそうだ。お船のおもちゃ。情報も定期的に持ち寄って更新することにしています。街歩きを重ねることによって、こういう危険箇所とか改めてね、こう皆さんが共有できる分だと思うし、防災計画を作っている、これが一つの防災をする指針になるというふうに私は期待をしている。先に開く新しい世界の扉を、 NTT 西日本。今年も絶好調、海の中道サンシャインプール、給水プール、交換ジャングル、ドラゴンスライダー、映画お化け館コラボキャンペーン開催中。父の日はお父さんのことを忘れないよう思い出して泣きたい。いつかお父さんがなった病気を治せる医者になりたい。その夢に次の大丈夫ですか？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 
ショコラ、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 おで、ショコラ、ショコラ、ショコラ、上がりたいとやね、あそこに上がりたいとやね、上がりたいとやね、